次は旋律の動きに注目してみるっぴじゃーんピッチ特製トンビ人形なんだかすごいにゃそれはどうやって使うのこのトンビ人形を上下に動かして旋律の動きをなぞってみるっぴトンビ人形がない場合は楽譜を指でなぞってみてねそうすると旋律の音の上がり下がりがよくわかる 楽しそうみんなもうたいながらやってみるにゃ